How are you feeling? How are you feeling? Feeling very strong. So, thank you. I want the Japanese fan. They don't know what to expect when I come. He's very strong and he's very active and very hard to hold down. Hello. Miyamoto Musashiho. Začal jsem tuto knihu studovat a vlastně přilnul jsem k cestě Bushido. A právě jsem se připravil na Karla Albrechtsona právě tady tímto stylem, že na mě půjde. A čekal jsem od něj, že bude chtít víc boxovat.西垣左衛門とかそんなのが総合のトップとは思ってほしくないなって。それを証明するには勝つしかないんで、今ぐだぐだ彼に言う権利はない。しゃい、はいはいはい、イープのダイナモキング、今の俺は今までで一番強いと、大塚隆文です。猛威を振るうレバノンのバトルサイボーグ、全てを力でねじ伏せるカリッとタハ、はい、久しぶりに、なかなか大塚の一本ってなかなか見れないんで、そうですね、はい、分からんもんですね。見事でしたね。そうですね、諦めない心、日本人の侍ですよ、うん、本当に外人という時はやっぱ気合入りますよ、うん。佐伯さんに伝えたいことありますか？うん、まあ、ディープのチャンピオン強いぞって、うん、ディープのチャンピオン強いよって、Ja, ich wurde, wie gesagt, ich wurde für einen Fehler bestraft, das passiert. Daraus müssen wir lernen, darauf werden wir aufbauen und es auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen und weiter die besten Leute auf der Welt kämpfen, um zu zeigen, dass ich ebenfalls dazugehöre. もう本当に試合するのがすごい大好きで、すごい楽しみで、もしかしたらまた走って花道を出てきちゃうかもしれない。でもライジンのスタッフからすごい、この間、まあ、怒られたじゃなくて、もう少し時間かけて花道を出てくださいとは言われました。はい。チェルシーラグラス、格闘シンデレラの前に今宵も酔いましょう。真珠野沢ホークライヤーです。負けたらどうすんのとか、血が出たらどうすんのとかすごい言われて、ちょっと試合の前です全然考えたくないです。でもまあお母さんなので言われました。おめでとう。超かっこよかったです。すいません、親バカ。勝ったのは勝ったんですけど、
見せたかった試合ではなかったです。あっという間に本番の日を迎えましたけども、はい、どんな気持ちですか？いやもう楽しみです。楽しみ、はい、すごい楽しみですね。子供を見つけられるように頑張ります。結構自分緊張するタイプなんですけど、でももうなんかやるしかないなって思うんで、自分は柔道で、実業団入ってオリンピック目指してやっていたんですけど、格闘技は昔から好きで見てたんで、いつかはやりたいなっていうのは思ってはいて、自分ではもう東京オリンピックには絡めないって分かってたので、もう今かなっていう思いを、後悔したくないなと思ったんで、すごく楽しかったです。大きな会場ではやり慣れてはいるんですけど、やっぱり雰囲気とかその演出とかが全然違ったので、自分の階級で強い選手っていうのを知り合いに聞いた時に杉山静香選手っていうのを聞いてたので、高木ってもう全部うまいっていう、その総合的にスキルがすごく高い選手。そうですね、なんかもうちょっと練習積みたいなっていう思いは正直あったんですけど、まあもうやったるみたいな。負けちゃった、悔しかったな。上取られてる時間が良かったね。一番楽しいので、まだまだ強くなれるって思うことに対してのワクワクがすごいあります。一番に対しての憧れは、自分ものすごく強いので一番になりたいです。